はい、どうも、ケーキングです。今日ですね、ウィニングポスト9、2022、続きやっていきましょう。1976年5月1週から、難易度スペシャル引き継ぎなしでやってます。まあ、シリーズのボーナスは使ったんですけどね。さあ、行きましょう。今年はクライム改札ね。まだね、頭数も少ないですし、まあ、準備段階なので、まあ、どんどん進めていきましょう。メンバー的にはいけそうやね。はい、ダイジェスト。さあ、どうだ。いや、これからもうガンガンやっていきたいですね。よし、いいね。粘れるね。OK、勝ちそう。やっぱね、勝つことが大事。しっかり勝つことを教えていく。よし。ダービーなんですが、まあ、クライムカイザー実際ダービー取ってるんですよ。取ってるんですが、行きません。まあ、行っても厳しいですからね。はい、ライバル大事。あ、でクライムカイザーなんですが、ローテはねこんな感じにしてます。ちょっとこれでいきたいなと思います。まあ本番はね、やっぱり前回買ったまあこの辺っすよね。まずは一切まあここ使っていきたいですね。まあ、あと銀1枚、まあ、使おうかなと思ってます。はい、どんどん進めていきます。1番人気。で、2番人気はグリーングラスですね。さあ、どうだ。まあ、伸びては来てる。伸びては来てるが、どうだ。いい勝負。いいね。OK、勝ちました。よし。勝つことが大事。いきません。まあ行ってね、掲示板入って、まあちょっと金稼いでみたいなのもいいんすけどね。6億円しかないっす。金欠です。ここ一つ、まあ傷余ってるんですが、まあ何も使わないっす。とりあえず進めます。よし、OK やね。友好深める大事。はい、ミッションは気にせずいきます。あ、来た。俺これ買ったんすよ。東証ボーイ10ポイントグリーングラス。説明ちょっと聞いてみる。いや、ちょっとこれ使いたいっすよね。で、これはね、まあ、あの、マルゼンスキーはどうしても使いたかったんですよ。それでこれもね、買いました。まあ、この辺ね、気になってる方もいるんじゃないかなということで、もう全部買ったんですよ。ま、今回さ、1976年。マダイが初めて登場して、
とりあえずちょっとやってみたいよね。いや、こうなると。これさ、今、テンポイント、東証ボーイ、で、グリーングラス、まあ、一気に入ったじゃないですか。まあ、グリーングラスだけでよかったけどね、俺は。これさ、ローテもしっかり決めないといけないですし、ちょっとこれ、一気にさ、ちょっとこれやりすぎ感あるね。これは。そうか、こうなるんか。今までのやつって OK しても、その年代が違うんすよ。今までそのダウンロードコンテンツのやつ。まあ俺いつもね、このセットは買わないので、牧場のさ、面積広げたりとか、工事の期間がこう短縮されるやつとか、あれは買うんですが、いつもこれ買ってなくて、で、その、無料のやつはね、年代が違うので、一頭ずつこう来るんすよ。注目されてる、これがいます、みたいな。所有しますかみたいな。いいえ、とかね。はい、とかね。はい、だったらまあそれが入るんですが、ヨークでね。そう、今回こうなるんですね。これね、ちょっと困ったな、俺今。はいにして。うわ、どうするこれ。まず、藤野パーシア。まあ、この辺はね、エディットで能力の確認はしてあります。ちょっと、これもね、まあ、今年引退するやつはいないですね。まあ、このテストガビーとかね、ちょっと使いたかったんですよ。ね、これちょっと保護したいよね。で、テイタニア。馬券王で出てきてましたよね。馬券王もね、ちょっとやりたいんですよね。で、東証ボーイ。まあ、東証ボーイとグリーングラス、まあ、ここはぶつけていく感じでいいですかね。それか、まあ、分けるっていう手もありますよね。海外に持ってって。ただ、今回さ、ここ入ってますからね。シアトルスルーと。これまだ入るんですが、最強すぎるわ、特性が。まず。強すぎるって。恐ろしいって、これ。じゃあ、まあ、とりあえず、組んできますか。まあ、いつもね、ローテ組むところ、カットしてるんですが、まあ、今回はカットとかしなくていいっすかね。カットってか、ま、動画内でやってるんですよ。まあ、一気にもう組んどきますね、みたいな。まあ、こんな感じでね。クライムカイザー。まあ、こう一気に組んだじゃないですか、こうやって。まあ、動画終わって、こうやって一気に組んで。大体その11月、まあ、2週とかまで進めることはできないので、まあ、またその時一気に組んで、まあ、その時放牧中だったやつは、あ、今回ってさ、いや、今回も一緒やね。あー、何もないっす。クライムカイザーは放牧地じゃなかったです。はい、 OK です。まあ、放牧中のやつは、まあ、その動画内でね、組んだりするんですが、さあ、じゃあ藤野パーシアから組んでいきますか。芝だと走れて、適正のところですね。まあ、適正合ってるところで使う、そんな感じです。2000から3400。外線も走れます。外線も適正バッチリです。合ってます。
さあどこ使うかやね。今撮ってるのが天皇賞秋春大阪杯か。そうやね、2000から3400、まあ宝塚ね。まあ宝塚はとりあえず言っときますか。でその後やね、どうするか。まあやっぱキングジョージってただ一発目の海外厳しいので、まあどっかでちょっと練習しとかないといけないですね。でキングジョージ行ってから、にするか。あ、マジ？国内使えって。オッケー。そうやったっけ？最初1年目。焦んなって。じゃあ、国内ローテ行きましょう。国内で、ダートをね、ちょっと任せたいなと思います。1600はね、マイナス400で、まぁ、ちょっときついんですが、マイナス400任せて、じゃあ、王道国内ローテ行きましょう。いつものね。はい、じゃあこれでいきます。そうやね、機種はね、まあそうか、70年代なので、まあ OK かな。このままいきますかね。ああ絆5か、完璧やね。ここ1周出して、まあ施設整ったらここ2周なんですけどね。まあとりあえず1周出して、このローテでいきましょう。藤野パーシアはさあ、じゃあ次、絆4やね。ちょっとその辺も確認していかないといけないですね。まあ機種は変えずこのままいきましょうか。じゃあ次はテンポイントは今サツキダービー取ってると。そうやね、京都大商店から行くか。まあそれでもいいですけどね。からの、菊花賞。うん、まあそれでいきましょうか。はい、じゃあとりあえずこれでいきます。もうちょっとね使ってもいいんですが、はい、これでいきましょう。で、カブラヤオは、そうやね、ちょっと確認しよう。どこ使いますかね。迷うね。まあ宝塚いっとく。圧倒的逃げね。まあ一応ぶつけときますか、藤野パーシアと。ここでは何もついてないけどさ、芝丸ダート丸やね。まあダート宝塚、いや宝塚やめとくか。よし、じゃあこういきましょう。まあちょっとまた後でね考えます。まあとりあえずこれで OK で、テスコガビーは本間距離持ちか。あーで被ってるんですね、機種ね。 OK、 じゃあ
テスコガビーはどう使おうかな。まあちょっとこの辺行きましょう。あ、サマーシリーズ狙ってるとかいうわけじゃないです。まあとりあえず根幹距離使ってきます。でまあライバルにぶつけつつね、そんな感じで使っていこうかな。でテイタニア、今オークス桜花賞取ってると。まあこれはもう王道プランでいきましょう。あ、今絆2やね。このね、絆レベル上げるのも大事なんですよ。5になったらね、特性もつきますし、だ今5だと、これ、ついてるんですよ。タフネス。だ5をね、目指したいんですよね。まあ、牝馬3冠狙うっていう感じでいきましょう。で、このままで OK ですね。その後、周回賞いけば OK です。と、まあ、エリザベスもちょっかいかけて、まあ、そっちを任せるっていう感じっすかね。一周出したいね。施設整ってればね、ここも一周挟むんですけどね。あ、ちょっと余裕持って、まあ、ローテ組んでいくっていう感じっすかね、今は。次は、東証ボーイやね。東証ボーイ、どうしますかね。まあ、とりあえず、任せるか。で、クライムカイザー OK。で、エリモジョージやね。新山記念。エリモジョージ、休ませたいね。まあ、調子落ちてるので。まあ、とりあえず一周出しとくか。で、グリーングラス。よし、とりあえず OK やね、これで。いや、グリーングラス楽しみっすね。いや、これ使いたかったんですよ。まあ、機種はね、変えずに行きましょう。調子丸。2200か。まあ、そのまま行こうか。OK! 終わりました。はい、藤野パシア。いきます。天馬カームデビュー、そっとデビュー。やっぱ76年でもう若いね。はい、いきましょう。まあ当然なんですが、やっぱ全然違うウィポって感じやね。アレッジド。まあちょっとこの辺持つのはね、正直反則っすけどね。反則すぎるけどね。天馬カーム一番人気。頑張れ天馬カーム先頭。2馬身から3馬身のリード、オートリベジナ手応えは悪くありません。前を捉えられるか。残り 200m を通過して、これは天馬カーム頑張ってる。いいよ、いい走り。とてつもない強さ。めっちゃいい走りするやん。天馬カーム完勝。2着はオートリベジナ、3着にエアエタン。これはものが違う。天馬カーム
よし、オッケー。頑張りましたね。はい、スピードはまあなかなか、まあ今はこうやってねチーズ使って楽しんでるんですが、まあ自家製サンバに切り替えていくので、もう自家製サンバはまあさっきのコメント、もうガツン狙いです。ガツンかトップクラスって言われる時あるんですよ。もうこれを狙ってます。もうそれ以外はもう全部外れ。さあ行きましょう。あとねグッドってあるんですよ。グッド来るスピードみたいな、まあそれねなかなか強いんですが、まあ B とかはあるんですよ。ただね全然足りないですよね、それじゃ。それじゃ世界では戦えないんですよ。まあ薄いとこ狙えばね、まああるんですけどね、それでも3冠取れたりは、あのマイル3冠とかはね。まあ3冠の中でね結構取りやすいです、あの海外の中でね、中だとマイル3冠は。まあただねその年代によっては、まあもちろんあの怪物が出てくる時あるんですよ。その時は厳しいです。まあいろんな3冠後々あの自家製サンバで狙っていきます。まあ手術で狙うっていうかね、手術で取れるのは当然なので、まあ手術の3冠はねあの、まあ、カウントなしです。いいね、強いですね。まあこの年代の強い馬全部持ってるって感じですからね。やりたい放題でありますよね。よし、オッケー。絆レベル上がりましたね。5になりました。あーまあまあまあ特性ね、まあ欲しいやつと欲しくないやつとあるんですが、まあとりあえず今はね、まあ、このローテでいきますよ。さあ世界戦、はい、テンポイントが入ってますね。うん、短距離でダート、世界最強馬決定戦。フジノパーシアどうすかな、ちょっと絆確認しよう。今持ってるのがこんな感じっすね。まあ投資はね貴重なので、まあちょっと温存かな。まあとりあえず貯めときたいですね。エリモジョージ札幌記念か、まあ札幌記念とりあえず行くかね、そうしましょう。ちょっと有効深めるで、ちょっとぶっ込むか。はい、行きましょう。一番人気。待機は先頭2馬身ほどのリード、しかし後続の手応えもいい。油屋王まだ後ろ、懸命に前を追っています。残り 200m、 先頭は変わって、丸一大王、丸一大王で丸、丸一大王先頭だ。丸一大王1着やね。1着にはどうやら油屋王、やはり中央の馬が強かった。勝ったのは丸一大王。
はい、OK。頑張りましたね。さあ、藤野パーシア1番人気。ライバルを蹴散らせ。ダイジェスト。いけるね、よし、いいね。2着は大砲ヒーロー藤野パーシア、大阪杯天皇賞春に続き春の小馬三冠を、はい、春小馬三冠。まあちょっと今回さ、このやりたい放題のダウンロードコンテンツ使ったので、まあいつものさ、何もなしでやるときと全然違うよね。だってこっからガンガン組んでさ、あのローテ組んで、もうどんだけでも稼げるじゃないですか。マルゼンスキーデビュー最高、シアトルすると最高、強すぎるって。どこ使うか迷うって。ここただね、まあ海外初戦になるので、まあどっか使わないともう一戦厳しいっすね。やめときましょう。今年はやめときます。はい、来ましたね。これ今回追加になったやつね。まあどんな感じか見ていきたいっすよね。これもしっかりね、調教パートナーに設定できます。まあグリーングラスと、まあどれかみたいな感じでやっていこうかな。ああ、そうする、海外行く。でも向いてないけどね、ちょっとそれね、向いてないな。あ、来ました、観光施設。あ、このプライベートのやつ来たね。よし、トシ、サンキュー。まあ勝てばこんな感じで、まあどんどん来てね。だ、勝つこと大事なんですよ。有効もガンガン上がって、これねちょっと向いてないんですよ、適性が。なので海外ローテ組める、組めんやろ。あー、やっぱりね、提案があった時だけか。そうか、カブラヤオとかは海外向きなんですけどね。まあ受けてもよかったけど、正直ちょっときついからね。そうやね、うん、まあまあそうなるよね。あ、そっか、ダービー、サツキ、そうやね、ちょっとやめとこうか。ただ使いたいところがね、まあ贅沢な悩みっすよねこれ海外行けたら最高なんすよ。もう海外向きなので、まあちょっとダート厳しいんですが、
まあ行きますかね、ダートで。じゃあはい、それで行きましょう。まあちょっとゆったりローテで行くか。はい、オッケー。で、ここはね、マルゼンスキーとシアトルスルと決めないといけないですね。で、アレジトも控えてますし。まあ、ここはもう圧倒的っすからね。まあ、ぶつけるのは良くないですね。ぶつける必要ない。このしょっぱなぶつける必要ない。マルゼンスキーは、そうやね。マルゼンスキーこのまま行きますか。まあ一応根幹距離使っとく。10月1周。まあデビューは流行れなくてもいいっすよね。海外行けないですし、焦る人ないね。10月1周の、まあ1600行きましょう。はい、これで。シアトルスルーも、根幹距離持ち。まあでも、このままでいいね。あの、能力でさ、関係ないからね。はい、これでいきましょう。シアトルスルーはこのままでいきます。そうやな。はい。OK と。機種完璧。あ、もう結構いい時間来てますね。全然進まなかったですね。まあ、とりあえず今回は、ここで終わりたいなと思います。まあ、まずはね、ちょっとやりたい放題やって、まあ、一気に金も稼いで、それで行きましょう。炭鉱施設、まあ、とりあえずされとっか。あ、で、設定か。じゃあちょっとこれだけやって。とね、グリーングラスをちょっとやっていきたいんですよね、しっかり。な、ここにしようよ。気象安定投資。いや、やっぱ東証ボーイとかがいいやろ。を選びたいよね。まあ、東証ボーイ10ポイント、精神強化。じゃあちょっとさ、テンポイントにしてみるか。はい、じゃあこれでいきましょう。ということで、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。